牛バベシアは、寄生性の単細胞深核生物で、ピロプラズマの一種。大島ダニなど、まだ二類が媒介し、牛などに、溶血性貧血、血色素尿、神経症状などを主張とする重篤な、ピロプラズマ病を引き起こす。牛バベシアの伝派用ニが、家畜の牛や、水牛、アフリカ水牛から吸血した際に、拳虫が体内に侵入する。幼 ダニが感染源となる天和牛パベシアに特徴的で通常パベシア族の感染源となる。聖ダニや若ダニは感染源とならない。侵入した原虫は赤血球に感染し、その中で増殖して赤血球を破壊する。聖ダニが吸血する際に血液中の原虫を取り込み、経卵相感染によって時代の幼、ダニへ受け継がれる。 人への感染は稀だが、非臓的出術を受けた場合に感染する場合がある。中南米、東南アジア、アフリカ、オーストラリア東部など熱帯、亜熱帯地域を中心に広く存在している。アメリカ合衆国では1943年に撲滅され、メキシコとの国境地帯で見出されるのみである。日本では過去沖縄県で見られていたが、1993年を、 最後に報告がない。2007年にゲノム解読が完了し、全長820万円期体が報告された。ピロプラズマ類は伝統的に大型のバベシアと小型のタイレリアに分けられてきたが、これは分子系統解析により、生物の系統を反映しない人為分類であることが分かっている。もっともギューバベシアは、 バベシア族のタイプ種であり、仮に今後バベシア族を分割したとしてもバベシア族に所属することには変わりがない。1888年ルーマニアの微生物学者、ビクトル・バベシュがドナウ川周辺の定地で流行していた血色素尿を呈する牛の血液中に見出した。ありがとうございます。